個性しかないでしょ。超個性派ですよね。やらかってか伸びる。センターシャフトだけじゃなくてセンターシャフト。はい、こんにちは。こんにちは。今回もですね、はい、オデッセイ新しいパターン出ました。いやまた、またつい先日 AI1 の総まとめ動画をやったにもかかわらず、ね、また入れなあかんっていうね。特徴的な2本用意してるんで、てかほんまに今まで出てるやつとも全然違うしね。パターといえばオデッセイみたいな感じでちょっと狙いにいってるんじゃないかなと思ってますね。服といえばユニクロみたいな感じで、こんだけ出たらもう言えますね。喋りやすいネタやしね、今日のね、うん、ほんまに。というわけで今回は新しく発売されますマイクロヒンジパター、まず左の方ですね。そして AI1 の追加モデルスクエア2スクエア、右のモデルですね、2モデルご用意いたしました、はい。どうですこの感じ。まあこっちはね、個性しかないでしょ。超個性派ですよね、こっちは、うん、僕はちなみに、まあ、僕の意見だけど、はい、もう悩みが解決するパターンやなってのが両方あったんで、おそこはお伝えしたいと思います。その悩みがどういう風に解消されるのか、完璧に一致してるんで、へ、はい、アマチュア代表として皆さん分かると思いますので、はい、というわけでね、この最新パターンご購入考えてる方はぜひ見ていただきたいんですが、で今日なんですけど、はい、いつもと一緒ですけど鶴屋の神崎川ショートコース、そうです、来ております。金木犀の香りを嗅ぎながら大阪市内から15分で来れて、よし、わかる、この綺麗なグリーン。いや大丈夫、毎日見てますから。最近ゴルフ場めっちゃ汚いやん。この夏の猛暑で ねグリーンがやられてるところがちょっと多いんでね、びっくりするや綺麗。ほいでですね、なんとですね、はい、料金がですね、友の会に入っていただくと、スクール生になっていただくと、9ホール1310円でもあります。安すぎる、安っ。やばいでしょ、やばい。いつも撮影使わせてもらったけど、舐めてたわ。めちゃめちゃいいやん。正直このポテンシャルすごいですよね、すごい。もっと来てほしい。練習するのに普通に打ちっぱなし行ったら、1000円から2000円使うじゃないですか、ね、そうですよ。1000円から2000円使ってなおかつこっちにもやってもらったら、そう、まあ、さらに上げれますという、これは最高なんでね、ご利用していただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、1310円で回れるのは神コスパ。じゃあ戻しまして、オデッセイの商品紹介していきたいと思います。行きましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。 Let's go。 じゃあ早速マイクロヒンジの方のモデルからいきたいと思います。はい、行きましょう。まずこのフェイスよね、でこぼこしててさ、触った感じ硬そうに見えるんよ。こんだけ水あったら、もう明らかだかんやらかいなっていうのが分かりますよね。あ、逆にそう思うや、当たった時のフェイスの面の広さが広いほど打感が硬く感じる。ミーリングとか入れてこういうブツブツ入れたりすることによって面積減らすってやると打感が柔らかくなるんで、そういう効果があります、ね、多分世間一般のアマチュアからしたら硬そうっていうイメージがあるんやけど。まあ、ね、まさにこれが本当に今作の最大の特徴で、2016年17年に発売されていたオーワークスシリーズ、そうオーワークス、はい、これの最大の特徴である初代マイクロヒンジインサート黒フェイスですね、が今回復刻したと。復刻版ね。オーワークス打感めちゃめちゃ柔らかかったんでね、なかったもん、なかった。それいいんかな。いいのか悪いのか、なかったというぐらい柔らかかったです。なるほどなるほど。じゃあ早速味わいます。はい、いただきましょう。ボールはクロムソフトでいきます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。やらかってか伸びる。音でもうソフト感伝わってきますね。やらか。え、オーワークスをご存知ないんですか。いや知ってる、初代のやつは。でも売ったことはないかな。まあ、でももうだって7年ぐらい前。オーワークスっていうのが出たっていうのをご存知ない方はこういうパターンもあるよっていうのを知ってほしいですね、うん、ある意味新鮮かもしれないですね、知らない方。すごい打感柔らかいです。めっちゃ柔らかい。なんかね、なんか進む。今回のこれ売りって、まあ、柔らかいのもそうなんですけど、はい、一転がりするというね、素早く順回転を生むっていうところがあるんで、このフェース面に浮き出た爪状のこのヒンジ部分、ここがボールにインパクトしてすぐに順回転を与えてくれるということで、ボールの転がりが安定するっていう特徴があるそうです。これはねちょっと後で実験したいと思います、はい、よし先生、まず味わってもらってから、はい、まあ、そりゃオデッセイのバターでね、男女海外国内何勝してるんかっていう話ですよね。まあそうやね、オデッセイはね、いやもうね勝ちまくりですからね。ルックスもかっこいいよな。これは一番はザ・ピン型ですね。うんうん、ナイスイン。お前球足結構強いな。強い。いやピン型やな。ピン型やな。優しいピン型。優しい。優しいピン型。優しい。じゃあ定番の7番です。はい、7番はダブルベントとセンターシャフトがございます。大好きですねこれ。やっぱちょっと大きい分もしかしたら完成モーメントでより柔らかく感じる。うん、だかん柔らかいな。音してないやもん。ほぼしてないような感じしますね、音してないですね、ね、うん、
あ、7番はフェース広いんや。この赤いのがね、前オーバックスについてたんですよ。へえ。1番狭と思ったけど1番はなかなかシビアですね、うん、これちょっとアマチュアこっちの方がいいよ。7番の方が確かに、それはそうですよ、うん、全部がいいってことじゃないんで、合う合わない、うんね、絶対あります、うん、最高、いいですね、これ平らんでもいい、もう気持ちいいでこの角型はね、真ん中がねちょっと細いんですけど、フェースバランスといってすごい優しい、まっすぐ出せるっていうモデルやけども、タッチの出し方が若干ピン型っぽく出せるっていうパターンなので、まっすぐまっすぐやけどちょっとパチンとインパクトで強く打ちたいよって言った人はこっちの方がいいですね。いやー、やっぱこれ好きやな、これ好きやな、全部入るやん、いいですね、これ好きやなこの打感の良さで、これがショートスランクもあって、角型だけ2種類あると、うん、ショートスランクの方は若干フェースバランスではなくなるんで、うんうん、操作性の方がこっちの方が上がりますよというパターンです。そういう違いも一応あります。ダブルワイド、まあ、ダブルワイドのいいところはあれやね、ラインに垂直に合わせれるっていうところかな。もう僕のイメージではボールをカップに向ける人はこれに垂直に合わせてもらったらいいんで。なるほど、自然とまっすぐそれを構えやすいと。あー、まっすぐ打っちゃったね、逆にあのライは別でまっすぐ合わせやすいっていうのがこれのメリットかなと思ってます。実はこれフェースに関してはもう一つメリットがあって、先ほども順回転に変えてくれるっていう話あったんですが、実はこれヒンジ部分の効果はグリーン上で芝に沈んだボールを浮かせられるっていう効果もあるんです。なんで芝が例えば深い場合ちょっと沈みがちになるんですけど、ヒンジの効果で上に浮かすことができる。なるほど。その結果芝目の影響を最小限にして順回転で転がすことができる。持ち上げてるんや一瞬。そうなんです。っていうことができるフェースらしいので、まあどんな芝目の状況でも基本的には打っていただけると。で、あと2種類がネオマレットですね。そうですね、2ボールとラインのタイプと。でラインのタイプはターゲットに対してこのライン上に振っていくよっていうのが見やすい。で2ボールの方はそのボールの形状ね、それで見やすくするっていう、まあこれは好みかなと思います。特性はほとんど一緒なので、真ん中がごつくてザ優しいパターン。あ、いいね、まっすぐ向いてるね。でしょ、うん、まっすぐ、ナイスイン、構えやすい。僕こういう、うん、線あった方が好きなんですよ、うん、そうなんですね。もう2ボールいっちゃうか、そのまま2ボール。オダッチ大好き、2ボール。オダッチ大好きよね。はい、大好きですね。ボールにボールを当てる、このデザイン考えた人ほんま天才よね。やばい、うん、最初出た時ふざけてんのかなと思ったけど思わなかった、正直でもこのパターン初めて見た時はやっぱり3度見ぐらいしましたね、うん、した。今となってはもうしっくりよね、うんうんうん、すばら、あっ、そうか、ボールが入ってたからね。いやでもこれはやっぱり使ってるプロもねめちゃくちゃ多いので、うん、このパター使ってるプロゴルファーね、うん、なかなか他のに変えられへんのですよ。いやー、わかるね。このボールが2つ後ろにあるっていうこのシルエット、うん、これしかないんでね、これに行ったらもう二度と他のパターは触れない、帰ってこれない、うんうん、まあっていう話もありますし、実際このマイクロヒンジインサートも5年以上前のモデルではあるんですけど、今でもこのフェースのタイプで愛用してるプロが数多くいらっしゃるということで、うん、今回満を持して復刻モデルとして新しく市場に出したという背景もあるので、やっぱりオデッセイ根強い支持があるなというのは感じますね。プロは好みでね、カスタムできるんで、まあ、現行のねモデルのフェースのフィーリングとしても今の DFX インサートの次ぐらいにソフトなんですよ。マイクロヒンジがあって、ホワイトホット AI1 のチタンっていう順にしっかりになっていくというイメージがあるので、かなりこれはソフトです。今まで打ったパターンの中でも一番ソフトに近い。これはいいんじゃないですかね、普通に。じゃあそんなマイクロヒンジ、最初に打ったアマチュアの悩み解決するんですよ。皆さん共感してくれると思いますよ。これ、あとちょっとだったのに。あとちょっとってめっちゃ多ない、ここ。見てる方多いでしょ、これとティーショットの250ヤード一緒よ。さっき言った順回転がいいっていうことをスーパースローで確認したいと思います、はい、比較するのは普通の2ボールでいきます。そうです。見ました？はい、順回転の強さ、これがアマチュアのギリギリで止まるやつを助けてくれるんですよ、まあ、あとショートパッドね、短いパッドの時にピンみたいな、あーなんでそっちに、体
サップを見事にすり抜けていくやつね。そうそうそう、あれも最初の転がりが良かったら、まあ、ラインに関係なくまっすぐ打てるよっていう、うんうん、ちょっとした違いやけど、ここがねやっぱ一度に変わってくるんで、アマチュアこそこれを感じてほしいと思います。順回転の違いというのをお答えください。じゃあこれがマイクロヒンジパターでした。でございました、はい、はい、いいです。個性の塊、こういうの好きそう。大好き。尖ってないと嫌。そうですね、はい、今回の新作 AI-1 スクエア2スクエアでございます。まあフェース面とヘッドの外観は前のやつと似てますよね。まあまあまあ、そうですね、はい。ただシャフトどこに刺してんねんっていう、ね、これよ、どこよ。センターシャフトだけじゃなくて、そう、うん、センターシャフトほんまにヘッドのセンターにシャフト刺してますから。そうなんですよ、センターシャフト、サブロセンターシャフト、シャフトがフェースよりこう内側に刺さってる、ね、超オンセットモデルっていうのが特徴だそうです、うん、初めて見ました。しかもこのピン型のやつでヘッドめっちゃでかいんですよ。フェースの面と外観の素材は前の AI-1 パターと一緒なんですね。一緒、うん、これもアマチュアの悩み解決するんですよ。どれからいきましょう。ピン型からいきます。はい、なんかグリップも太いな。どんだけまっすぐ打たせんねんっていう太くて結構まん丸に近い、ね、すごいよこのバランス。打たなわからんと思う。いきます。ナイスイン、はい、もうどうぞ、このどうぞっていうパターン、ね、はい、ラインにパッと乗せてくれるようなパターンです、ね、すごいよこれ。欲しい、この上からのアングルすごいな。どう、あ、ちょ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 、今のヘタが出ましたマイクロヒンチ欲しいわ先に1個打って、こっちももうどうぞ、はい、今度角型です。角型、はい、タッチすげえなこれ。この目線見せたいわ。どこにシャフトついてんねんってなると思いますちょっとちょい、なんかもう打ちたくなる先3つっていい。はい、一番大きいヘッド、もうこれが一番オートマチック出てますね、うん、これね、この3本の中でもジェルバードと、バード、いやめっちゃいいわこれマジで。言うことなしで欲しい。ヘッドの重心の関係でストローク中のシャフトのねじれも抑えられて、なおかつフェースの開閉がほぼない、ストロークがスムーズにできるという特徴がありますね。で普通ハンドファーストで打つんやけど、これハンドファーストで打つためにロフトも増やしてるよね。だいたい一般的には3度ぐらいやけど6度にしてると。だから最初からハンドファーストで打てるから余計形がすごい。だってもう構えたらハンドファーストになりますもん、なってる、そう、シャフトが、うん、今日全部入るね。僕パターそんなに嫌いじゃないんで、ただこれは結構特徴ありきなので、うん、ほんまに自分に合うか吟味してくださいね。マジで吟味はいると思いますね。ピン型使っててちょっと最近難しなったからまっすぐ打てるやつにしようと思ってる人はこっちには来ない方がいいです。ちょっとちゃうね、うん、元からフェースバランスとか使ってて元からまっすぐまっすぐ打ってる人はこれに素直にシフトチェンジできるかなと思います。すごい抵抗感やもんねこれ。だってすごい抵抗感です、うん、ほんまにねこの形やけどめちゃくちゃオートマチックに打てるっていう超不思議な感じです。で残り2本はある程度予想できるんですけど、はい、ただこの一番でかいやつはマジででかいです。自分で操作できん、うん、ライン通りに構えてライン通り打っていくっていう。でかいけど結構持ったら意外と軽くないですか。軽い、そうなんです。普通のパターよりは、うん、それがちょっと意外性あって面白かったですね。重くてまっすぐまっすぐ打たしてるんじゃなくて、うん、ほんまにまっすぐまっすぐ出るって感じ。シンプルにまっすぐって感じですね、うん、これはツアーの人はやっぱ使うやろな。いやグリーンが速くてラインに乗せるだけっていう時にはもうバッチリやと思います、うん、バッチリやと思う。それでこの AI インサートがちゃんと入ってるっていうのもね、はい、ミスフィットにしたとしても距離がいってくれるというね。そうです。だからホームコースがグリーンめちゃくちゃ綺麗ですんごい速いグリーン使ってる人、はい、うん、こういうパターンすごいいいと思います。はい、さらに下りとかもっといいと思うねこれね下りほいちょんって打つ時ね、うん、これはちょんは打ちやすいやろな。どうぞ。ああいいね。いややっぱそれはツアープロ使うな。こういうヘッドすごいオートマチックに打てますもん。すごい個性的なパターンですね、うん、まさにもうクラブが自動的にフェースをスクエアにキープ。ほんまに自動、ほんまにパターンに身を任せて打ちたい人、パターン苦手な方、うん、ちょっと使ってみてください。おすすめですね。そしてですよ、アマチュア代表マッツ癖があります。もう見てる人絶対いると思います、はい、パター打つときにハンドファーストにしてから打つ人、コンフォワードプレスね、絶対います。それがこれは鼻からハンドファーストになってるんですよ。だからこれがいらんねん最初の。でもやってもいいですよ、ロフト寝てるから、うんうんうん、まあね。でもこう合わせれちゃうからね、ハンドファーストで。もしかしたらニッチかもしれんけど、ハンドファーストにしちゃう人、はい、絶対的にいいんでこれ本当に
金槌でこう打つような感じ。あ、しかもここまでロフトがね寝てるっていう市販品ないと思います、うん、ハンドファーストよりフォワードプレスしてる人ってロフト寝かせておかないとダメなんですよ。サンドのクラブ使ってたらフォワードプレスしたらねマイナスロフトになるんで下にボール飛ぶんですよ、ね、なるほど。これ6度あるからハンドファーストにしてもまだロフトが合ってくれるっていうクラブなので、そういう方にはドンピシャハマると思うんで、ぜひ使っていただきたいと思います。おすすめでございます。はい、やっぱあれですね、オデッセイは面白いパターンを作ってくるのがうまいですよ ね。この間出てたキリンもそうですし、うん、一癖二癖あるんだけども意外と実践してみるとあハマるっていう。意外とターゲット層をねそれぞれのパターで絞ってるんですよ、うん、そうなんです。で絞ってるけども種類がめちゃくちゃあるから、うん、どれか当てはまるよねっていうのになってますよね。確かに。なんで種類豊富なんですけれども、もし迷った際は以前出した AI1 全部打ってみた動画を、はいぜひご覧ください。こっちの宣伝会、こっちの宣伝じゃ見てほしいねあの動画も。まあでもいっぱい試してみるのも一つの手ですから、はい、一番言いたいこと言います。パターはね自分で決めずにやっぱりショップに見てもらってください。相談するのも一番ですね。自分でフェースまっすぐまっすぐ打つタイプかなと思ってそのパター買ってもやっぱり、ね、そうじゃないっていう人いてるんですよね、はい、これとか打たな絶対ポチってもわからんもんね本当の気持ちはこれ見てさ EC で買ってほしいけど、こういうやつはマジで売ってほしい。ぜひ店頭で試打していただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあオダッチお値段は、まずマイクロヒンジパターですね、38,500円、それから AI1 スクエア2スクエアが49,500円、それから今回ご紹介はしなかったんですが AI1 のさらに追加モデルラインエクステンションシリーズというのも発売されます、はい、こちらはですね普通の AI1 それから AI1 クルーザー AI1 ミルドと3モデル用意しております。お値段がそれぞれ普通の AI1 ラインエクステンションが46,200円、 AI1 クルーザーラインエクステンションが52,800円、そして AI1 ミルドラインエクステンションが68,200円となっております。一気に5シリーズ追加されます迷っちゃうね。はい、これはね迷う放題ですよ、はい、まあ、ざっとご紹介しましたが、まあ、中でもこのマイクロヒンジとスクエア2スクエアは今期このモデルの特に注目が集まるところだと思うので、うん、ぜひ新しいパター買って神崎川ショートコースでプレイしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。